今回はアメリカ海軍の幕米大佐の名誉回復のため尽力した日本軍艦長橋本持綱少佐に感動の声が殺到した話題と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。アメリカ海軍の従順洋艦インディアナポリスは1945年7月26日にアリアナ諸島のテニアン島へ原子爆弾を運んだ後、日本海軍の橋本持綱少佐が指揮する日本海軍の伊号第58潜水艦の雷撃により沈没しました。第二次大戦中に敵の攻撃により沈没した最後の米海軍みなかみ艦艇で、日本海軍にとっては最後の大戦果とも言われています。インディアナポリスの乗員1199名のうち、生存者は艦長のマクベイ三世大佐を含むわずか316名でした。マクベイ大佐は1945年11月、軍法会議にかけられ、ジグザグ運動を怠り、艦艇を危険にさらしたとして有罪となります。そのことでマクベイ大佐の海軍軍人としてのキャリアは終わり、批判を浴びたことなどもあり、1968年に自ら命を絶ちました。戦後、米軍はインディアナポリスが撃沈された背景を調べるため、橋本少佐をアメリカに呼び、数日間にわたっての尋問を行いました。米軍は責任をマクベイ大佐に負わせたい意図があったのですが、橋本少佐はあの位置関係なら、ジグザグ運動でも発射方法は変わらず、いずれにせよ無防備な艦艇を沈めることになっただろう、とアメリカ側に忖度することなく、自身の見解通りに証言しています。橋本少佐はその後、神職の資格を取り、京都、梅の宮大社の神職に就いています。原爆投下や部下が戦死してしまったことへの自責の念から、御霊の鎮魂を祈る日々を送ったと伝えられています。また、マクベイ大佐の名誉を回復するためにも熱心に動き、米国でもそういった動きが始まったことを知った、1999年11月には、上院軍事委員会の委員長にメールを送り、マクベイ大佐の名誉回復を訴えています。その結果、2000年に米国国会にて彼の汚名を返上する決議が採択され、当時のアメリカ合衆国大統領ビル・クリントンもインディアナポリス沈没の責任においてマクベイ大佐は無罪であるとする書面に10月30日にサインが行われ、マクベイ大佐の名誉は回復しました。しかし、マクベイ大佐の名誉回復に奔走していた橋本中佐はその、いつか前、2020年10月25日に死去しており、知らせを聞くことはできませんでした。敵兵の名誉回復のために尽力した橋本少佐を2021年6月6日に米紙ワシントンポストが特集したところ、橋本少佐の誠実さや気高さを称賛する声が米国から殺到しています。コメントでは、橋本少佐を称賛する声とともに、昔も今も変わらないとされるアメリカ海軍の体質を非難する声も非常に目立ちました。なお、1990年に橋本氏はインディアナポリスの元乗組員と交流し和解しており、橋本氏が天国へと旅立った後となる2015年にも、橋本氏の娘さんとお孫さんが元乗組員の会合に招かれ、生存者の方々と交流されています。それではこちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。驚くべき事実だね。原爆投下に必要な資材を積んでいたインディアナポリスを沈めた直後、彼はその原爆によって家族を失ってしまった。それでもなお、マクベイ大佐に有利になる証言をしたんだ。素晴らしい、持綱橋本、疑いの余地なく、本当に立派な男だ。これこそ名誉心というものですね。この物語は、素晴らしい映画になりそうだ。インディアナポリスを撃沈した持綱橋本は、米国の軍法会議で証言をした唯一の敵の士官。立派なことに、マクベイ大佐にとって不利になる証言をすることを、橋本はきっぱりと断ったんだ。アメージングな物語を紹介してくれてありがとう。戦争の終わりなき愚かさと無駄を示す証言でもあるな。
ウィンストン・チャーチルは米国人をこう評してる。アメリカ人は常に正しいことを行う国民だと信頼できる。ただし、他のすべての可能性が尽きた後に限るが、人はここまで気高くなれるものなのか。こういった物語は人の本質的な善良さを示す小さな窓のようだ。悲しいけど美しい話だな。マクベイ大佐をスケープゴートにしたアメリカ人とは違って、橋本中佐は非常に誠実な軍人だった。この写真は生存者のお孫さんたちと橋本艦長のひ孫さんが再会した時のもの。私のお気に入りの一枚なの。沈没時、僕の叔父はインディアナポリスに乗っていた。彼はインディアナポリスの沈没に関してとにかく恐ろしかったということ、マクベイ大佐は不当に責められたということ、その2点以外は口にすることがなかったよ。これは米軍の上層部の驚くべき組織的堕落の物語。そして同時に米軍人、日本人艦長とその家族の名誉と勇気の物語でもある。なんて偉大な物語なんだろうか。しかし、トップが責任を誰かに押し付けるのは今も変わってないな。あまりにもひどいし悲しい話だけど、橋本艦長のおかげで温かい物語にもなった。海軍はこの件を恥じるべきだ。橋本中佐は勇敢で立派な男だな。多くのアメリカの現代人からはそういった要素は失われてしまった。橋本艦長の誠実さと立派な行動に感謝いたします。そしてあの戦争で愛する人を失った全ての人のために祈ります。以上が海外から寄せられたコメントとなります。